はい、じゃあね、この白のハイエースの方にとちょっとお話しして、なんかこんなに砂利深くなかったよって言ってましたね。なんかカブで一回来たことあるらしくて、こんなに大変じゃなかったよとか言ってましたね。だから最近砂利入れたんじゃないのとか言ってましたね。帰りだよね。歌登りの方行ってみるか。下りこけそうでやるよね。ゆっくりゆっくり、慎重に慎重に。景色最高にいいけどね。うわー、いい景色。皆さんは見てください。僕は前見ますから。歌登りの方がくねってんの一箇所だけで、あとはそんなくねってなかったような気がするんだけど、行けなくはないと思うんだけどね。後ろから来てなければね。とにかくゆっくりよ。安全運転、無理しちゃダメ、無理しちゃダメ。みんなに言われてんだから。いやー、よかった。函館今日行かないでいつ行くのっていうぐらい最高に函館見れました。ありがとうございます。おーおーおー、滑って滑って、すごい滑ってたね。さっきの人、さっきのセロの人すごかったね。でもこれだけ人が多かったらかえって安心だったね。一人だけど一人じゃないよな。対向車が結構来るから気をつけないとね。しかもバイクで右走ってくる人いるかもしれない。こうカーブの時はちょっと鳴らした方がいい。相変わらずスタンディングして汗だくっすよ。あ、函館ストレート、ここはちょっと休ました。慣れたのかな。なんか帰り楽だな。いやー、よかったよかった、最高っす。新しい R1300 で来てる、すごい、いいな。結局ね、ずっとスタンディングになっちゃうんですよ。ダメ、手が上げられないです、ごめんなさい。みんなシッティングで行ってるね、すごいね。 あれ人か、びっくりした。クマかと思ったら、あ、自転車か。オフ車楽しいね、皆さん。あ、はい、霞峠です。よし、ここまで来ました。さてと、はい、じゃあ調子づいて、ついでに歌登り側の方行ってみたいと思います。クマさん出なきゃいいけどね。まあ行ってみましょう。荒れてるっていう話もあるしね。で、こっちの方がね、曲がるカーブが少ないかったように気がするんですけどね。おお、びっくりした。今のところビフカよりも深砂利がないからまだいいです。まあ入ったばっかだからね、大丈夫ですね。ちょっと穴ぼこがあるけど、こんなもんは全然。あ、こういう道が続くんだったらいいわ。遭難多発地、事故を起こさないでください。そうだよね、こっちの方が走りやすい気がする。深砂利、深砂利、お、深砂利出ました。結構荒れてる。ハンドル取られると、ハンドル取られる。荒れてるっつうか砂利がでかい。クマスプレーサイドバッグの中に入れてる、ま、お話なんですけど、全く意味がないんですけど、本当にお守りになっちゃってるんですけど、いつ座れんだよこれ。座れないっすよ。ああ、座れる。ここは直線の下りだね。スピード出ないようにフロントブレーキをちょっと効かせ気味にして。これ上りの方は掘れちゃってんね。おお、これはすごい。お、うん、こういう場合は後傾気味にしてハンドルに力入れないで自然に任せる。ああ、車が来てる。ちょ、落ち着いてスピード出しちゃってるよ。座ってる時はちょっとゆっくり走ろうかね。お、すごいね、岩が。結構大きい岩がありますね。岩というか石が。すごいね。今日は結構交通量がある分だけ安心感があるよ。全く一人って感じじゃないから。あー、結構掘れてるね。もうここまで来たら引き返せないよね。やだよね。さっきのとこ登ってくのはね。まだまだ下りますか。よいしょ。はぁ。あっち、うわ、はい、行きます。あともうちょっとみたいだから頑張ろう。おお、危ねえ、なんか踏んだぞ。うわー、気持ちいいね。この木陰の道、木立を走る、いいっすね。熊さんに会いませんでした、よかったです。去年の目的を達成できてよかった。でも去年来ないでよかった。逆に初心者で
セロを買って3ヶ月のやつが行くとこじゃないよ本当に。まだまだまっすぐか。よし、おう、舗装路まだか。あー気持ちいい。もうここら辺は舗装路に近いね。歌登りもなかなか手ごわかったけど、それでも面白かったね。汗も引いてきたね。はい、舗装です。はい、お疲れ様でした。面白かったね。終わってみると面白いね。でも一人じゃやっぱ怖いね。何があるか分かんないからね。念願達成しましたよ。念願成就。あ、ここまたあれか、ダートか。はい、また舗装路です。でここに出ると、よし、はい、天の川トンネルです。これ抜けてすぐじゃなかったっけ、フーレップリンドって。確かここら辺から入っていくんじゃなかったっけ。フーレップって書いてあるね。これだったっけ、違うっけ、それは違うか、それか。よし、これっぽいな、これだね。車両通行とメッキ制解除、通り抜けできません。へえ、あ、そうなの。車両通行止め規制解除って出てるよ。いいのかな。じゃあ行ってみますか。よし、フーレップさん行ってみます。結構な道ですよ。でも深砂利がないだけいいかな。何キロあるんだろう、十何キロなのかな。まあこれ終わったらもう伊深帰りましょうかね。一応鳴らしてみたりして。橋の工事のため通行止めって書いてあったけど、それ解除って書いてあったんで大丈夫なんだろうね。ところどころぬかるんでますね。調子づいていってるけど大丈夫か俺。クマさんいないか。まあでも大勢で行こうと一人で行こうとクマは出るときは出るだろうからね。あとはだからこけないようにするってことだよね。全然歌登り線とかよりも全然走りやすい。ただね、狭くてね、木陰だからね、ちょっと緊張するね。ここも別に熊のここらしくものはないですね。おー、開けてきましたよ。日差しが出るとやっぱり安心するよね。うん、ここはね、路面が閉まってるし深砂利のとこないんでいいですね。狭いけどね、道がね。北海道の林道って有名なとこってやっぱりちゃんと整備されてるよね、こういう風にね。あ、ちょっと待って、やだよ、クマさん会いたくないよ。おーおよっ、おお、よくやるよ。でも俺も本当に一人でさ、こんなとこ入っちゃってさ、何かあったらどうすんだよって思うよね。みんなそう思いますよね。俺も思います。でも全然ね、路面閉まってて走りやすい。ここまで行ってんだね。小屋がありますね。お、結局立たないとなのか。走りやすいね、この道は。こういうカーブでいきなり行くかもしれないからね。気持ちいい。鹿とかもいないね、そういえば。おお、来た来た。あ、大丈夫だね。おお、フル積載でセロ君で。ああいうすれ違うバイクがいると安心するな。じゃあこの先大丈夫なんだとか思っちゃうね。気持ちいい。ちょっと安心。あー疲れた、足が。もう今日はこれでやめとこう。っていうか、もう他知らないんだよ、ここら辺で。とにかくちょっと周り見て、それらしいの見かけないようにしないとね、怖くてしょうがないよね。おー、ちょっと待って、お、結構ちょっと深かったな。いや、でも面白い、楽しい、ここの道は。道も閉まってるし、硬いし、そんな深砂利みたいのないし。ところどころこうやってね、水たまりがあるんだけどね。ちょっとなんかぬかるんできたね、ここら辺は。おー、ちょっと待って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 。
マジックを通るしかない。大丈夫、ここら辺はまじってるっていうか抜かるんだね。はいはいはい、お、またか。こっちの方がいいか。いやー気持ちいい、気持ちいいけど、ところどころ水たまりが結構あるね。うわ、結構気持ちいい道でしたねって、まだ終わってないけど、いやー走ってて爽快です。ビッグオフでも全然余裕でしょうね。おお、ちょっと後傾気味になっちゃった。一回行ったことある道だったらもっと飛ばせんのかもしれないね。いやー気持ちいい、最高。もうそろそろ終わりかな。つくづくよく去年行こうとしたよね、あんな腕も何もない状態で、全然経験値がない状態でよく行こうとしたよな。こうフーレットはいいと思う、去年の俺でも行けそうな感じ。ここ結構水たまりがあるんだね。あ、ちょっと曇ってきたな、こっち側は。あー、また大きな水たまりだ。あー、あれ今熊の糞じゃないの、今のなんかそれらしいものがあるね。あー、これ熊の糞だよ、今のここら辺いるんだよあるね。しかもこっち曇ってきたね。はい、お疲れ様です。ここまでがフーレップ林道、そこまでね。よし、あで、はい、お疲れ様です。さあ、じゃああと帰りましょう。あー楽しかった。はい、フーレップ林道でした。走りやすかった、本当にね、走りやすかった。路面閉まってるしね。で、箱岳までの道のりは車やらバイクバンバン通ってたんで、かえって安心しましたね。なんか人通りが多かったんで、全然なんか一人じゃないっていう感覚で走れたんで良かったです。フーレップ林道は走りやすかったんですけど、全然人もいないんで、1台だけねバイクすれ違ったぐらいでちょっと怖かったね。で、最後の後半はなんかちょっと熊のね糞が道にボトボトっとあったんで、ちょっとそれがビビっちゃいましたね。いやでもいい経験でした、ありがとうございます。とりあえずコケもせず走れたんで良かったです。さてと、あとゆっくりね、もうメインの道を走ってぐるっと回って帰りましょう。いやーでも楽しかったな、去年できなかったことが達成できて念願かなって良かったです。もうあとはどうでもいいやって感じになっちゃってもう北海道上陸して2日目で念願かなったんで、もういいやっていう感じになってます。今一体自分がどこなのかがわからん。江差か、江差町ね、広いね、さっきの道と大違いだね。12時34分か、うん、でこれで歌の終わりか。よし、じゃあそっちの方行っちゃいましょう。はい、じゃあここ曲がります。おお、ローレップだ。道道1023号線です。あー走りやすい、もうこういう舗装路が本当に楽ちん。お、晴れてきましたよ、こっち側晴れてんだね。今日行ってよかったわ、本当に風もなくナイス判断だったね。明日になったら分かんないもんね。気持ちいい、アース、やっとアースが出た。どっち行くんだ。はい、じゃあ行きます。天の川トンネルってことは、あ、これ戻ってきたわけですね。120号線ね。ここがね、箱岳の、林道の歌登り側から出る時の出口ですね。戻ってきましたね。もうこのまま帰らせてください。あともう一回登って下ってもできなくはないけども、ちょっとね。ああ行くんだね、フーレップ林道。いい道ですよ。はい、いってらっしゃい。そこじゃないです、これです、これこれこれ
俺はもう昼飯食いたいです。腹減っちゃった。パンが菓子パンあるんだけどね、せっかくこう乾燥できたんでお祝いでなんか食べたいです。さあ帰って時間あるから洗濯物したりとかしようかな。気持ちいい、気持ちいい。暑いけど急に温度上がったね。こっちはもう全然温度違うね。暑いねこっち。白樺並木でございます。美深市街、このままねまっすぐね、OK、トロッコ王国、うん、ここでトロッコ乗るのね。でいつも通り過ぎちゃうね。国道40号線まで20キロか。まだまだあるね、20キロか。あ、これトロッコね。暑いだろうね今日。あの温度が全然違う、蒸し暑いこっちお、トロッコ春かわいい。いい天気だね。日焼け止め塗ってないね。ん、これでいいのか。はい、じゃあ町の方行きます。はい、美深まで戻ってまいりました。はい、ご飯食べますよ。今日乾燥したお祝いの食事会をしましょう。あ、これか。今2時33分です。さーって帰って今日はゆっくりしましょう。まだ全然2時半なんだけどね。今日の目的は達成したんで。あ、箱だけね、ここね、ここ曲がっていきましたよ。いやー天気良くてよかった。明日はどうなんだろうね。明日も天気いいのかな、こっち。まあ後で見に行きましょう。はい、戻ってきました。あ、ランドリーあそこにあるのね。 OK。 なんだこりゃ、すごいね、食欲湧かないカレーだね。でもうまいよこれ。うん、うまいうまい。